皆さん、こんにちは。ちのです。ちょっとね、今、緊急で動画撮ってるんですけど、皆さんに相談したいことがあるの。てか、相談って言ってもね、私が一方的にカメラに話すだけなので、相談っていう相談でもないんだけど、こういう出来事があったっていうことで動画に残していきたいと思います。てか、まずいっぱい突っ込みたいところもあるんだけど、この新しい紙ちょっとやばいよね。ちょっと満足はしてないけど、皆さん見慣れてください。あと、この電子レンジやばくね。電子レンジマジで黄ばんでてやばいんですけど、今住んでる家がマジでアンティークなのね。だからなんかじいちゃんばあちゃん家に住んでるみたいな感じで、すごいちょっと怖い気持ちもするんだけど、怖いとか言うと自分が今怖くなっちゃうから、楽しい感じで動画を撮っていきたいと思います。全然これアンティークだけど使えるので、ファンクションしてます。ということでね、今日動画撮ってる理由がね、オマールっていう近所の人がいるのよ。多分オマール30、いや、25歳って言ってた。25歳のナンパ男、オマールの話を今日はしていきたいと思います。ちょっと怖い話なんだけど、オマールはね、実は私が、これから住む家、今一時的に今月だけここにいるっていう話をしたじゃないですか。最初に住んでた家と、これから戻る家っていうのが、ここにあるわけよ。で、オマールの家が同じ通りのここにあるわけよ。っていうことで、私が夜1時ぐらいにね、帰ってきた時に、オマールに初めて会って、オラって声かけられて、オラって返して、ブエナノチェ、おやすみって言って、最初話したっていうのがきっかけで、オマールは多分私のこと好きなのね。勝手な予想だけど。オマールマジで私のことすごい好きなの。で、結構、近所なので毎日ぐらい会うのよ。で、もちろん私がね、帰る時間が遅かったり早かったりすると、オマールに会わないんだけど、とりあえず私の家の通りにオマールの家があるわけ。で、オマールはなぜかわかんないけど、12時とか1時までの間、家のピソの前、アパートメントの前のドアでずっと携帯いじって立ってるわけよ。で、それがね、ちょっと私的に印象がすごい悪くて、何してんの？って一回聞いたの。なんでそこにいんの？夜遅くに。みたいな言ったら、家の中にいるよりも、外にいた方が自分的に落ち着くから、外にいるみたいな感じで、全然タバコとかマリファナとか吸ってないんだけど、携帯だけね、ピソのドアで寄りかかってやってんの。それがすごい私気になるんだけど、それはちょっと置いといて。で、オマールが結構外にいることが多いから、電車とかが一緒じゃなくてもね、私が帰るところにオマールの家があるから、話したくなくてもオマールがいるわけ、私が帰るときに。だからオラとかやれるとさ、無視できないじゃん、私の用心があるからさ。だからさ、オラとか言って、ケタあるみたいな、調子どうみたいな感じの軽い話をずっとしてたわけ。で、それがね、多分2週間、3週間ぐらい続いて、オマールから、電話番号教えてみたいな感じで言われたわけ。だから一回断ったのね。無理みたいな。教えたくないから。ブエナノチェつって、おやすみつって帰ってったの。それで一週間ぐらい経ってから、結構ね、最近この一週間、多分仕事帰り、お互いの仕事帰りに乗る電車が一緒なのよ。で、本当に、ほぼ毎晩、オマールと、駅から家まで一緒に歩くわけ。で、それが別にオマールがいい人だっていうことも分かったし、別に下心丸出しの人でもないからさ、私もスペイン語勉強したりして、一緒に駅から家までの5分間、スペイン語で話したりして楽しんでたわけ。別に悪い人じゃないからね。で、結局、電話番号教えてって言われてさ、別にいいかなみたいな感じの気持ちになったのね。で、この前私が、オマールの電話番号が、私が聞いてね、私が聞いて、オマールの電話番号を入れたわけ。で、時間あったら書くね、メッセージするね、みたいな感じでバイバイしたの。で、そっから多分5日間ぐらい会わなかったのよ。で、その5日間後の間に、オマールに会って、ね、全然メッセージくれないじゃん、みたいな感じで言われたから、ごめんごめん、メッセージするね、みたいな感じで、終わったのね。で、それが昨日よ。で、昨日ね、ちょっとしつこいから、かわいそうだから、オラぐらいメッセージしたのね。で、オラってメッセージしたら、オラみたいな感じですごいしつこくメッセージが来たわけ。だからちょっと怖いなと思ったんだけど、オマールね、実は、話がまとまらなかったんだけど、オマールってシティのレストランでパティシエなのよ。で、パティシエって言ってもいろんなタイプがあるわけじゃん。多分私の、
なんか予想的に本当に申し訳ないけど、パティシエの下の下の下の方で多分いちごとか切ってんじゃないのかなみたいな思ってたのね。でもなんか昨日メッセージしたら、なんか明日もし会うことができたらデザートを持ち帰るからあげるよみたいな感じで言われたわけ。でさっきね、オマールが本当にいて駅で一緒に会ったから、あの家まで歩いてきたわけ。そしたらね、これくれたのね。私マジで胃袋つかまれそうでやばいんだけど。ということでちょっとオープンしてみますね。ということでブラウニーが2つとこの美味しそうなチョコレートケーキがあるわけね。これ食べるべき、どう思います皆さん。毒でも入ってたらどうする。でもね、本当に美味しそうなの。どうする。てかさ、私マジで甘党でお菓子とかめちゃめちゃ大好きなのよ。でも美味しいものとお酒があれば私本当に幸せなのね。なんかさ、ナンパ男に胃袋つかまれるよね。こんな軽い女じゃダメだよねっていうね、心の気持ちと葛藤して1時間経ちました。え、マジでどうしようって感じ。もしさ、これにさ毒とかが入っててさ、私がさまんまと引っかかってさ、おまわりに殺されたらさ、マジでシャレになんないじゃん。しかも私この広い家に一人で住んでるからさ、私がこの広い家で死んだとしてもさ、誰も気づかないわけ。まあ多分毎日日本の親家族とあの電話してるので、なんか電話にきなんか出なかったら1週間ぐらいしたら私が死んでること気づくと思うんだけどさ、なんかさ、私がもし家で死んでもマジで誰も気づかないじゃん。でさ、もしさこのケーキを食べてさ、私がオマールのことを少しでも好きになったらさ、それはオマールのさナンパ心にさ、もう私は引っかかっちゃってるじゃんっていうね、その葛藤がやばいわけよ。でも私はどうしても食べたいの。だってすごい甘党だし、チョコレートケーキとブラーニーにはさ罪ないじゃんっていう、どうすればいいですか皆さん。まあでもいいやん。ちょっと明日の朝まで考えて、やだ、やっぱり食べる、今から食べる。だってブラウニーとこのチョコレートケーキには罪ないもん。でちょっとそうだな、多分私が死んだと、私多分毒で死なない、毒で死なない。そうそうそう、牛乳と水多分いっぱい飲みながら食べたら多分死なないから、毒とか多分体解除してくれると思う。だから食べたいと思います。でもさ、あのこの話はちょっとオマールと私の話は続編がると思うので、これからも皆さんにアップデートしていきたいと思うんだけどね。私さ、マジで自分で言うことでもないんだけど、スペインでめちゃめちゃモテるのよ。なんかそれも理由があって、多分自分からいろんななんか外とかに出歩いてるし、飲みに出かけたり友達と遊んだりしてるから、いろんな出会いがあるわけ。それなんか日本人っていうのもあるしさ、なんか日本人好きな海外の人とかってたくさんいるのよ。だからなんか自分が片言のスペイン語とか喋ってたら多分みんな可愛いって思うんだと思うの。自分で思うんだけどね、多分みんな可愛いな、頑張ってるなみたいな感じで多分応援してくれるのね。だからすごいナンパ男が寄ってくるんだけど、もうそれをモテるって言っていいのか。うん、言っていいよね。結構私モテるの。2ヶ月で多分すごいたくさんの男たちに会ってきたし、たくさんの男たちとデートしたんだけど、マジでね、ろくでもない男ばっかだよね。悲しくなるよ。だからなんか私がさ求めてるような男と出会わないわけ。だからこの独身女を貫いてるんだけど、23年間。はあっていう話でした。まあちょっとね、オマールとなんかすごい、オマールなんかオマールに殺されたらどうしようって思ってるんだけど、でもなんかオマールの笑顔とか見るとさ、オマールいいやつなんよ。ということでちょっとこのケーキたちには罪がないので、これから食べながらね、これからの人生について考えていきたいと思います。ということで皆さんに相談でした。皆さんだったらどうしますかっていうことでコメント残してください。皆さんだったらこのケーキ食べる、食べない？私は食べたっていうか今から食べるね。ということでちょっとこれからオマールとどんなことがあるかわかんないけど、
私が死なないことを祈ってください。それでは皆さん、今日はこんなしょうもない動画を見てくださってありがとうございます。それではまた、バイバイ。ちょっと食べてみるね、このチョコレートケーキ。普通にうまい。ちょっとオマールがどんなパティシエなのか、何をしてるのか、どのぐらい稼いでるのか、ちょっと詳しく聞いていきたいと思います。もしかしたらいいやつかもしれない。マジで本当に素直にいいやつかもしれないって。やばい、私胃袋掴まれてんだけど、本当無理なんだけど。オマールの思う通りじゃん。ということで、なんか自分がすごい簡単な女なんだなって改めて思いました。それでは皆さん、バイバイ、おやすみなさい。